はい、皆さんどうもこんにちは。はじめまして、ぶどうと申します。ポケモン BW2 ランダム対戦第2回目始めていきたいと思います。前回、対戦やってみたんですけど、今回手持ちは変えていません。まだ、出てきてない子も、いるので、手持ちは次回くらいから、徐々に変えていこうかなと思っています。では早速ですけど、対戦相手の方が見つかるまでカットしたいと思います。はい、対戦相手見つかりました。レッドブルさん、対戦よろしくお願いします。女の子のためなら何だってできる。いいね。ヨロトのキングドラ、ナットレイ、ローブシン、カイリュウ、サンダーです。アメパーかな。一応こちらのパーティーはゴルバット、ボスゴドラ、ライチュウ、グラエナ、ギャラドス、サムラです。前回と変わってません。相手、鋼がなっとるか。地面タイプはいないけど、飛行タイプがいる。ゴーストタイプはいない。ちょっと怖いから、ライチュウ出しとくかな。ローブシンも来そうな感じがするな。とりあえず、まだボスゴドラ行こうか。ライチュウ、ゴルバット。いいかな。ボスゴドラ、ライチュウ、ゴルバットで行きたいと思います。はい、それではレッドブルさん、対戦よろしくお願いします。サンダー、熱風かな。はい、このボスゴダラ前回と同じで、技構成はストーンエッジ、雷、ダイモンジー、冷凍ウィングです。どうしようかな。熱風、まず冷凍ビームをしたいと思います。持ち物達人の帯ですね。ボルトチェンジ、岩技は何だったかな。あの海流とか来ないかな。ネロトノ、ネロトノか。あ、ほらな、雷飛べばよかった。雷が必要になったけど、多分抜かせない、抜かせないな。雷、ライチュウ行きます。相手どうだろう、変えてくるかな。このライチュウは臆病の CS ぶりで、技構成10万ボルト、気合玉、身代わり、悪巧みです。持ち物は光の粉を持たせています。様子見で身代わりを打ちます。
キングドラ。サンダーか。じゃあ、バルダクミを積みます。じゃあ、10万ボルトで。しなかったか。ラム。もう一回10万ボルトいきます。キングドラは抜かせないけどしょうがないな。10万ボルト流星群外れた。まあ光の粉を持たしてるんでたまに外れます。まあ流星群は素でも外れるときありますけど、ああこれは先制技を持ってるポケモンはこちら側にはいないですね。もう一回外れることを期待するしかない。10万ボルト。ああ申し訳ないです。まあ普通に多分相手の方の方が、今のはちょっと運があれ絡んでるな。普通だったら相手の方の方がライチを倒してたはず。次にロットノーだろ。まあ10万ボルトで。あ、降参。レッドブルさん対戦ありがとうございました。最初のボスゴドラーがちょっと痛かったですね。はい、それでは、次の対戦相手の方が見つかるまでカットしたいと思います。はい、対戦相手の方が見つかりました。対戦よろしくお願いします。切り札ならリザードに決まり。グレイシア、チラチーノ、二度キング、ランターン、ラティアス、リザードンです。リザードン。地面タイプがいて、鋼タイプはいない。あ、ランタンがいるな。どうだろう、ギャラドスいっとくかな。鋼タイプと岩タイプはいない。まあ、ギャラドス入れとこう。ラティアス、不意打ちをすかされそうだな。サムラーも入れとこうか。あとは、そっか、もう一回ボスゴドラ行こうかな。ボスゴドラばっかり出てる気がするけど。ギャラドス、沢村、ボスゴドラで行きたいと思います。なんていうの？ツーさんかな ?TSU。あと。はい、それではツーさん対戦よろしくお願いします。
リドクイーン。はい、このギャラドスは性格はやんちゃで、攻撃と素早さぶりです。で、持ち物は気合のたすきで、技構成アクアテール、氷抜きはジタバタ、竜の舞です。夢特性の、なんだっけ、自信過剰のやつですね。威嚇じゃありません。とりあえず、竜の舞を、しないと話にならない。電気技を打ってきてほしいんですけど。挑発。挑発か。氷の牙じゃ多分落ちませんね、これは。かといって、変えられないし、一応氷の牙落ちます。切るんだ、ああ、すいません、申し訳ないです。もう一回氷の牙。進化場、なんだっけ、このギャラドスはハイリンクの森でいた小雪をそのまま捕まえて育成したので、個体値とかはどれもかなり低いですね。一個も部位は一つもないです。グレイシアか。グレイシアはどうしよう。もう一回竜の前、あ、詰めないか。挑発だろ。かといって、もうギャラドスは失っていいかな。ごめんね、ギャラドス。じゃあ、アクアテールにしようか。おぉ。持ってくね。ほぼ。冷凍ビーム。九死に当たれ。ああ。まあいいや。アクアテールをしますか。氷の詰めて。ギリギリ耐えてくれ、ギリギリ。あれ？ランタン、ああ。ランタンが初手だったら、いけたのにね。じゃあ、ジタバタし、まあ、あんま食らないと思いますけど、ジタバタします。まあまあ、よくやったタイプ。ギャラドス。ありがとう。沢村行くか。まあこの沢村は前回出てきた子と同じ子で、技構成は飛び下げり、冬打ち、ストーンエッジ、ミラーリーです。じゃあ一応飛び下げり行こうか。当たらない。まあまあ、あ、当たらない。食べ残しか。落とせるかな、どうかな。病気で攻撃と素早さぶりです、この子。持ち物悪の順位。あ、落としたとき。偉いな。
はい、スーさん、対戦ありがとうございました。まあ、さっきのギャラドスは、なんだろう、相手、ロトムとかが初手できて、まあ、トリックとかされなくて、普通に攻めて、ボルトチェンジとかだったら、とかで、まあ、HP が1残って、で、まあ、初手は大体龍舞して、で、ジタバタが決まれば、もう普通に3立てとか、運が良かったらしますね、あの子は。はい。それを見せたかったんですけど、ちょっと、まあまあ、こういう結果になりました。はい。じゃあ、次の対戦相手の方が見つかるまでカットしたいと思います。はい、対戦相手見つかりました。ユウさん、対戦よろしくお願いします。お金のためなら何だってできる。まあ、気持ちはわかります。また、ニョロトのキングドラ、ランターン、ギャラドス、パルシェン、スイクン。水統一派か。なかなか面白いパーティーですね、相手の方。どうしよう、またランターンがいるな。どうだろう。まあ、ライチュウは入れたいな。けどランターンがいるか。ランターンで蓄電されそうな気もするんですけど。どうかな。まあ、電気技持ってるのはライチュウとボスホドラしかいないので、まあ、すいませんけど、もう一回ボスホドラ行こう。で、ライチュウ。ギャラドス行くか。ボスゴドラ、ライチュウ、ギャラドスで行きたいと思います。はい、それではユウさん、対戦よろしくお願いします。パルシェン、殻を破って、まあ、とりあえず雷か、タスキーだと思うんですよ、パルシェン。まあ、こちらも頑丈なんで、もうつららばりはどうかな。引っ込めた。ヤロトのギャラドスはいいよ。よしよし、ギャラドスはいい。よか。威嚇は大丈夫です。岩技を読んだのかな？雷。あ、ええー。当たらないか。あ、通信エラー。あ、ごめんなさい。じゃあ。はい。次、対戦相手の方が見つかるまで、カットします。はい。対戦相手見つかりました。秋広さん、対戦よろしくお願いします。クチーというのは何者でもない。ニョロトのキングドラ、ソーナンス、マンムー、ジバコイル、ファイヤーです。先ほどの試合は本当に申し訳ありませんでした。電波が悪かったんだと思います。先ほどの試合、ユウさん、本当にすいませんでした。申し訳ありません。じゃあ、はい。なんか結構アメパに当たりますね、今日は。行きたいけど、ソーナンスが怖いんですね。ソーナンス、まあ千葉コイルがいるけど、
ジタバタ通りませんもんね。かな。もう一回。あ、時間がない。ボスゴドラ、ゴルバット。やめよう。急げ急げ。ライチュウ、ゴルバット、沢村でいきたいと思います。はい、それでは秋広さん対戦よろしくお願いします。どうやか。マンム。やばいな、ゴルバットに変えよう。はい、ゴルバットに変えます。わかんないな、スコーターを読んでなんかしてくるかも。でもどっちみちライチはちょっと失いたくないので捨てろか。まあうん、気合の打席はこっちは連れてきてない。つぶてかな。じゃあ、怒りの、このゴルバットは前回出てきた子と同じ子で、技構成独特エアスラッシュ、怒りの前歯、羽休みです。怒りの前歯落ちろ。つららばり、あ、つららばりか。つららばりだもんな。なんとか、ああ、耐えない。これは耐えない。あ、2回。よし、羽休めするか。羽休めしても、まあ、ここは毒を撒いて退場するか。毒毒。あ。お疲れ様、ゴルバット。しょ、ライチュウの気合玉が当たってくれることを期待しよう。当たれば多分落ちると思うんですけどね。と、気合玉。当たらないか。うん。まあまあ、よかよか。か、沢村、飛び下げりか。飛び下げり。氷のつぶて、まあ耐えますけど、沢村で三立ては厳しいな。ああ厳しいですね。まあマンム落としただけでもいいとしましょうか。キングドラ。ドーラ、どっちがいいかな。不意打ちをどう。不意打ち。まあ、ライチュウとかゴルバットとか使ってましたけど、まあ結構自分好きなポケモンなんで、まあ、パーティーに出てます。だいたいまあ好きな、自分の好きなポケモンとかをまあ中心に入れたいなと思います。グライナとかも好きですしね。はい、まあ、ということで第2回目かな。まあ通信不良というかありましたけど、本当申し訳ないです。ごめんなさい。じゃあまた次回もよろしくお願いします。さようなら。